この動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回の話題は、森保一監督率いる日本代表は、11月の北中米ワールドカップ、アジア二次予選でミャンマー、シリアと対戦し、2連勝を飾った。その中で、話題となったのが中立地サウジアラビア・ジッダで行われたシリア戦での放映権問題。多くの日本サポーターが願っていた中、日本では放送されなかった。そんな試合の放送権に関わったアラブ首長国連邦の代理店、プロ社の最高経営責任者を名乗るユセフ氏が試合後にもメッセージを発表したが、その中で日本サッカー協会への不満を露にしていた。シリア戦はテレビ生放送やネットによる生配信の交渉がまとまらず、異例の中継なしとなった。生で日本代表のワールドカップ予選を見られなかったのは、1989年のイタリアワールドカップ、アジア1次予選、平壌での北朝鮮戦での NHK による録画中継まで遡る。放映権については、最終予選はアジア連盟、AFC が管轄するが、二次予選は各国協会が持つ。関係者によると今回、シリア側が委託した代理店が日本側に要求したのは1億円超とされる。日本協会の田島幸三会長は、ファンに申し訳ない気持ちはあるが、お金を釣り上げて相場が崩れるのはいいと思っていない。と話した。久保も、相手の要求を全部飲むわけにもいかないと思う、と異例の展開に一定の理解も示した。その上で、僕のゴールを見てほしいというより、代表の試合は当たり前に地上波でやってほしい思いはありますね、と日本代表の試合が日本サポーターへ放送されてほしいと願っていた。放送なしの背景には局側の事情もある。ある放送関係者は、深夜のキックオフで対戦国もシリア、仮にゴールデン帯の編成でブラジル戦ならば2億円でも赤字覚悟で中継するつぼねはあるかもしれないが、今回はつぼねの台所事情に見合わなかった、とシビアに判断した結果だとした。民放連の遠藤龍之介会長はこの日の会見で、今回のことは残念だと思う反面、これだけ放映権料の価格が上がるとなかなか取りに行くことが厳しい。今後適正なライツの程度にしていく新しいシステムがないまま価格の高騰が続くと、視聴者の皆さんに試合をお届けできないことが連続するのではないか、と危機感を強めた。最も煽りを食ったのはサポーターだ。 SNS ではどのようにしたら現地サイトで見られるかなどの情報交換がされた。北朝鮮、ミャンマーとのアウェー戦は現時点で開催地が未定。条件次第では残り2戦も放映権をめぐる交渉が難航する可能性がある。今回の件はシリア協会と日本側が考える試合の価値に差があったことが要因だ。シリア協会から委託された企業が日本の代理店に対して試合2日前には放映権の減額を提示したとの話もあるが、すでに固まった放送日程を覆してまで手を挙げる社はなかった。10年前とは違い、日本にとっては勝って当然の二次予選、さらに深夜帯で視聴率も見込めない一戦に高額を投じて放送するのはビジネスとして無理がある。 JFA の田島会長は、夜中の12時過ぎ、キックオフは午後11時45分ですよ。何億も出せと言われても出せないと日本のテレビ局などの判断に理解を示した。この結果、シリアは放映権料を得られることができなかった。来年3月の敵地北朝鮮戦も放送は未定だが、シリアの失敗を他国は肝に銘じるべきだ。世界と戦う森保ジャパンの姿がファンに届かないのは日本サッカーにとってはマイナス。今回JFA が見せたノーといえる日本の姿勢が放映権問題を好転させる転機になることを期待したい。なお、今回の日本とシリアの試合で放映権に関わっていた UAE の代理店プロカンパニーのユーセフ CEO は試合前の会見に登場し、先週の時点で日本側からの条件を受け入れたが、2日前になって破談になった。理由はわからないと主張。放映権料の高騰については交渉の当初より3割から4割減額されたとし、そこは問題ではなかったと法外な金額の要求をしてないと主張していた。また試合後にも今回の放映権についてコメントを発表。
私たちは交渉をしていましたが1ヶ月前にと日本の代理店が撤退しました。その後2週間前に交渉を再開しましたが、結局5日前に破談となりました。日本の代理店からは金銭的な承認を得られなかったと伝えられました。私たちはこの試合の放映権で利益を得たいとは思っておらず、むしろ日本側とは長期的な関係を築きたいと考えております。混乱が起きないことを望み、私たちは最善を尽くしました。その上で最後に日本のファンの皆さんに今回の望まぬ紛糾をお詫びします。私たちは皆さんが試合を視聴できるようベストを尽くしましたし、そのための手はずは整えていました。ただ JFA がそのように動いてくれなかった。 JFA は試合の数時間前になっても私たちが提案したプランに乗ってくれなかったと、日本側と金銭面で折り合わなかったこと、そして放送ができなかったことについて謝罪をした。二次予選アウェーでの放送は未定で、今後も放送ができないという同じような状況に陥る可能性はある。今回のように屈しない姿勢は正しかったが、久保建英が話すようにお互いの国と国の優しさを出してくれたら、久保が、選手が、ファンが悲しむような結末にならないように願いたい。ここからは今回のニュースに関してのネット上の反応を見ていきましょう。正しい判断だと思います。放映権料は放映時間とか試合のグレードなどもありますが、強豪国になるほど高くなる傾向があるので、むしろアジアの格下国が何言ってんだという話です。ある程度合理的な金額なら払って良いと思いますが、今回は通常のビジネスができなそうな国が多くて、日本側も難しいですね。日本を含めたアジアの強豪国はアジアサッカー発展のために実力差が大きいのを承知で二次予選から参加をした。それは高額な放映権で相手国に法外な利益を出させるためではなく、格上との対戦経験やその国でサッカーを見る国民が増えることで裾野を広げ発展へとつなげる意味だと思う。こんなことが繰り返されるならアジアの上位は最終予選からでいい。日本代表サポーターとしては有料でないと見ることができなかったシリアとの試合。最終予選前まではそれぞれの国の代理店に放映権があるため、このような問題が発生してしまいます。おそらく日本だけにとどまらず世界中で同じようなことが問題になっているでしょう。これで得をするのは一部の関係者だけですので、 AFC が管理してほしい思いがあります。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよければチャンネル登録と動画にいいねをしてくれると今後の動画作りの励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。